すごくない？こんな食べてさ、こんな可愛い口の色保っててんの、うん、でもこっちついてます。はぁ、あ、反対。100の質問好きやねん私。人の見るのもてか質問されるのも好きですもんね。好きかも好きかも好きかも。なんでかっていうと、なんかそれについて自分の中で深く考えたことなかったみたいな質問される時あるじゃないですか、うん、再確認すんねんな、うん、あ、私ってこれ好きなんやとか、あ、これ嫌なんやとか、うん、この時こう感じたんやっていうことを再確認できるから好き。意外と自分のこと知らんくないですか人って。知らない。私人にもめっちゃ質問するから、これこれこうはどうなんですかとか、これどう思いますとか、これこれどう思ってます、一番何々なもの何ですかって聞いた時にめっちゃみんなじゃないけど、なんやろうみたいな、なんかパッてあんまり出てこんへん人多いから、うん、あんまりなんかそれについて深くとか考えへんのやろなと思って。だから100の質問好きやし、見るのも聞くやるのも好き。やってみて。100個も質問やって長くなりそうやな。めっちゃ暇な人だけ見てくださいほんま有益な情報1ミリも出てこんから。いいくつろぎながらして、泳ぎ悪いって言われんかな。行こう、自分のチャンネルやし。はい、行きます。お名前は杉山優香です。性別は女です。年齢30です。誕生日は8月29。マイケル・ジャクソンとリチャード・ギアとユウさんと一緒。私ユウさんめっちゃ好き。星座は乙女座です。血液型は B 型です。身長152。持ってない体重は42から45の間。調子がいい時は43。足のサイズ23。でも 23.5 を履きます。利き手は右手。出身は京都府舞鶴市。趣味は映画鑑賞。苦手なことは味とすること。あ、特技はダンスです。自分のチャームポイントは笑顔、素直。家族構成お父さん、お母さん、弟、レオくん。好きな食べ物は牛タンと鴨そば。苦手な食べ物はパクチー。好きな色水色。ピンピン。好きな曲は曲聞かんねんな。アリアナグランデは聴きます。へえ。好き。好きな季節秋。好きな動物は犬。好きな作品は映画。本、ドラマ、アニメ、ゲーム。まあ映画でも。映画ならティファニーで朝食をと羊たちの沈黙。その作品を好きな理由はティファニーで朝食をはロマンティックだからで、羊たちの沈黙はキャラクターが強烈に魅力的だから。好きなキャラクターはマムワンちゃんです。好きな芸能人は出川さんと千原ジュニアさん。座右の銘は素直に生きるっていうことと、座右の銘素直かな。結構でっかいテーマ。自分の長所は好奇心旺盛、楽観的逆に短所は楽観的すぎるところ。あと爪が甘い。自分の性格を一言で表すと素直。口癖はめっちゃ。似ていると言われる芸能人は黒髪の時は柏木由紀さんとか高橋みなみさんとか、あと田中みな実さんも言われたことある。あと吉岡里帆。2回だけ言われたこと。2回だけ朝起きて一番にすること。スマホを触る。 YouTube をつける。カラオケのお箱はゆい、あいこのキラキラ。行ってみたい都道府県は仙台。何しに行くんですか。ずんだ餅とか牛タン食べに行く。食べ物メインですね。行ってみたい国は。タイ。よく見る YouTube チャンネルはいっぱいある。どうしよう、いっぱいある。150ぐらいチャンネル登録してる。そんなしてるんですね、うん、興味あること多すぎて。いろんな YouTube 見てますもんね。 YouTube 大学とか好きやし、
なんやろ、ほんまに女性 YouTuber、 そのおしゃべりメインの YouTube も好きやし、メイクも好き、お料理も好き、いっぱい好きなものあるかな。ずっと見てる。何かを。好きな異性のタイプは？めっちゃ笑う人。もうこれ一貫してるかも。めっちゃ笑ってるとこ見たらいいなーってなる。だってさ、ハハハって笑ってる人あんま見んくない。確かに見ないですね。ね、笑う人が好き。逆に苦手な異性のタイプも？透かしてる人。好きな同性のタイプは？好きな、まあその友達になりたいなと思う人とか。ああ、素直な人。うん。苦手な同性のタイプは？私友達の幅めっちゃ広くないですか？うん、てか来るもの拒まずですよね。確かにそうかもしれん。基本的に人間がめっちゃ好きやから、うん、リスペクトしてる。あ、リスペクトできへん人かな。尊敬できへん人。恋人にするなら年上、年下、同い年。あんま年齢気にしたことない、人間の。カエル化現象になったことは、ね、ならない。ならないんですよ、私。可愛いと思っちゃう。可愛いと思っちゃうねんな。ダサい方が好きやから。理想のデートプランは？理想のデートプラン、美味しいもの食べれたらいいな。なんか聞いたことあんねんけど、そのデートプラン最悪でも最後ご飯が美味しかったらもう丸く収まるんやって。カップルってそれぐらい食って大切なんですって。だから美味しいもの食べれたらいいなって思う。理想のプロポーズは？プロポーズ、でもなんか大勢の人の前でとか嫌かもしれない。こじんまりしててほしい。二人きりの時にやったら何でも。キュンとする異性の仕草は？爆笑。笑ってる時に、うん。得意料理は？あ、キンパ巻き。スマホの待ち受け画面は？TWICE のチェオンちゃんです。最近楽しかったこと？ TWICE のライブに行ったこと。最近怒ったことは？怒ってる？私見たことないかも。電車座ってたんですよ、満員電車。満員電車、めっちゃギュウギュウの満員電車座ってたら、隣のおばさまに、なんか私、TWICE のライブ行く前に TWICE のさ、T シャツを着て、楽しみーって思って電車乗ってたら、おばさまが私の服の袖をギュッて引っ張って、当たるって言われて、ん？最初聞き取れんかって、なんか当たるって言われて、服が当たるって言われて、満員電車やのに。電車乗ったことないん？と思って、びっくりして、あ、でもその時怒ってなかったな、困惑って感じやったな。普通に。だなぁと。怒られたと思って、ちょっと気をつけながらこうやって座ってたら、隣のおばさまが。で、私の声にも垂れかかってきて、当たってるーって思ったのは、ちょっとイラッとしたかも。やばくない？怖すぎてんけど。え、潔癖じゃない？え、何これ。寝てた。あれは怖かった。怖かったか。怒ったっていうか怖かった。怖く。あなたがテンションが上がる瞬間は？ワンちゃんを見たとき。よく着るファッションの系統は？ストリート系っていうのこれ。楽な格好。パンツとか。うん。可愛い服も好きやけど、でもメンズライクとかまではいかないですもんね。そうですね。あ、取れてる。これってあんま良くない。まあいいか。休みの日は何してる？休みの日は映画館に行ったり、渋谷を歩いたり、新宿を歩いたり、カフェに行ったりしてる。誰にも言えない秘密は？誰にも言えない秘密は言われへん。一つだけ超能力を手に入れられるとしたらどんな能力が欲しい？瞬間移動。よく使うアプリは？インスタグラム。子供の頃はどんな子だった？静かな子。あなた流のストレス解消法は？歩くこと、街を。
尊敬してる人物は？父さんとお母さん。ディズニー派？ユニバ派？ディズニー派。あなたにとって恋愛と友情どっちが大事？友情。ポジティブ？ネガティブ？ポジティブ。無人島に一つだけ物を持っていけるとしたら？ナイフ。明日世界が終わるとしたら何をする？家族と美味しいものを食べる。好きなコンビニのチェーン店は？セブンイレブン。朝ごはんはパン派？ご飯派？パン。よく使う LINE スタンプは？おもちくん。自分らしく生きるためにはどうすればいい？自分らしく生きるためには自分のことを認めること、人と比べないこと。好きな女性の髪型は？ハイトーン。好きな男性の髪型は？何でもいいです。何フェチ？笑顔と腕。好きな天気は？あ、肩幅と。あと好きな天気は晴れです。自分を動物に例えると何？犬。都会と田舎どっちが好き？都会。過去に戻れるとしたらいつに戻りたい？戻りたくない。未来に行けるとしたらいつに行きたい？50年後。あなたの夢は？お家を買って可愛いワンちゃんと暮らすこと。最近買った高い買い物は？ディーゼルの上着。最近買ってよかったものは？あ、これチャンネルのリップ。ずっと売れる。1ヶ月休みがあったら何する？タイに行きます。時間が無限にあったら何を極める？寝る。自分だけしか経験したことないだろうってことある？ない。おすすめのコンビニ商品は？セブンイレブンのカフェラテ。カレーのトッピングは何が好き？チーズ。スタバでいつも何頼む？スターバックスラテ今日も飲みました。行きつけのお店ある？行きつけのお店？ああ、あるいっぱい近所のカフェとかあるね。言われへん、ほんまに行きつけすぎてめっちゃ行く。一人で行く焼肉屋さんとかある。ホテル派？旅館派？旅館派。旅行で一番のトラブルは？家族旅行で行った北海道で食中毒になったこと。きつそう。最悪やった。ジンギスカン食べて当たっちゃったよ。そっからずっと食べれんかってんけど、大人になって羊のお肉食べて美味しいと思って克服した。バンドをするならどのパート？ドラム。今の仕事以外の仕事をするなら何したい？ワンちゃんに携わるお仕事。大人になったなって思ったことは？ない。今までやったことないことでやってみたいことは？運転。生まれ変わったら何になりたい？人間。性別は？女。男ってずっと言ってたけど女がいい。他の誰かになれるなら誰になりたい？誰にもなりたくない。あ、歌うまい人になりたい。アリアナグランデとか。ああ。空を飛べるとしたら何をする？あ、海の上を飛ぶ。シュンで。理想の生き方は？人と比べない生き方。以上です。終わり？よくの質問ありがとうございました。お疲れ様でした楽しかった。バイバイありがとうございました。いっぱい聞いてくれて。バイバイ。